ルースポーツは、1983年1月9日から1990年6月30日まで、テレビ、東京系列局で放送されていた、スポーツを題材とする、テレビ番組、日本ビクターの一社提供。制作は、番組開始から2年間が、フルハウス TVP、1985年以降は、全プランニングが担当。1983年当時、 日本のマスメディアに露出することが少なかったモータースポーツ、スカイスポーツ、マリンスポーツなどを多く取り上げていたスポーツアウトドア番組。構成作家大賀慶事が手掛けた同じテレビ東京のスキンをヤマハオアエヌオフ、ビバ、マリーンなどとともにマニア番組構成手法を確立した風潮先行の番組ラインナップの一つとして制作された。番組構成は 取り上げるスポーツ種目のトップアスリートたちを講師に迎え、女性アシスタント2名が生徒となりその種目に入門、挑戦するという内容。中には競技ライセンスが必要などの理由で大会には挑戦不可能なものもあったが、その際には出場するトップアスリートに密着取材とし、ギャルズがアスリートやチームをサポートをしながら、大会リポートも兼ねる構成となった。また、 オートキャンプやスキー・スノーボード、水上オートバイ、スキュー・ウバダイビングなど、レジャー性の強い企画も多く取り入れた、アウトドア体験、紹介番組でもあった。内話、講師。番組内でスポーツに挑戦するアシスタントは、ドゥ、スポーツ、ギャルズと呼ばれ、テレビ東京が主催者となり、週刊プレイボーイ氏の協力により、ビクターミュージックプラザにて公開オーディションが開催されていた。 応募者の多くは当時、水着キャンペーンガールや、モデルなどを兼務しており、1984、オーディションで起用された、片山美雪は当時ブリジストンと、三菱カーエアコンのキャンペーンガールであった。1985年11月に行われた第3回オーディション大会には300名以上の応募が集まった。番組内での呼び名は、フルネームではなく、下の名前だけで呼ばれており、 二人をまとめて呼ぶ場合は、ギャルズの二人と呼ぶ場合もあった。うちは、フルネーム、ありがとうございます。